はい、皆さん、こんばんは。2021年、3月2日、佐藤秀一ライブであります。ちょっとね、俺も今日疲れててね、家に帰ってきたらね、完全にね、寝てしまったんでね、放送がこの時間にね、なってしまいましたけどね。まあ3月2日からおそらくこの放送している最中にね、3月ね、3日ひな祭りになってしまうでしょうけどね。まあ参議院ね、広島再選挙、4月25日ですけどもね、自民党陣営のね、自民党公認であるね、西田さんね、彼のね、陣営のやっぱり立ち上げのね、会議にね、河合元被告からね、お金をもらっていたね、地方議員ね、多数がね、参加をしておられたということがね、報道されています。この人たちはね、起訴はされていません。しかしね、お金をもらったということでね、河合元被告の方はもうね、有罪が確定していると。ということはね、お金をもらった側のね、そういった自民党議員の人たちもみんなね、やはり、同じようなね、罪を犯していると、間接的にはもう認められている。いやね、まあ、裁判所でね、言われなくてもこの人たちはね、まあ退場ですよね。サッカーで言えば退場処分に、です、ね。レッドカードをね、食らってね、退場した人たち、しなければいけない人たちですよね。河合元被告からね、お金をね、もらった人たちもね。だからそういう人たちがね、自民党予定候補者のね、陣営に入って、公務権停止ですからね。お金をもらったってことはね、に該当するわけですからね。だから選挙に関わっちゃダメなんですよ。投票はおろかね。本来であればね、選挙行って投票することはおろかね。選挙参謀なんかしちゃダメだけど。でもね、そういう、ね、本来であればね、レッドカードを食らって退場ね、しなければいけないような人たちがね、自民党の西田さんのね、もうね、選挙参謀として大量にね、入ってると。まあ、そら、おら、いうことですね。まあ、今日はね、郷原信夫先生もね、記事の方にね、リンク貼ってありますからね、動画の方からね。まあ、詳しくはそっちをご覧になっていただければね、あれなんですけども、ほんとね、けしからんですよね。反省がない。けじめがない。ね。まあ、そもそもね、自民党さん本体としてもね、じゃあね、お金をもらったね、議員たち、ね、腹を切らせるでもない。ね、少なくともね、そういうお金をもらったことが確定してるね、議員に対してね、腹を切らせるってこともない。ね、あるいは処分を下すこともない。ね、お金の使い方について真相を究明することもない。ね、それ、けじめがついてないままね、西田さんっていうね、候補者がね、公認してしまった。さらにね、そのね、選挙参謀にね、お金をもらった議員をね、送り込むと。ね。要は、だからもうね、この人たちはもうね、一回ね、退場処分をね、食らわなきゃいけない人たちがね、まだだからプレーをしているって。そういう状況ですね、サッカーで言えばね。おかしいですよね。堂々とプレーをしているわけですよね、レッドカードをね、食らったはずの人たちがね。ただね、検察がね、起訴してないだけでね。だって、挙げた側の河合元被告はね、もう、安里元被告はね、もうね、有罪確定してるわけですからね。じゃあね、もう、もらった側の人たちもね、それはね、検察に何か呼ばれなくてもね、自分からね、退場していかなきゃいけないわけですよ。なるほど、退場しないでね、堂々とね、サッカー場がピッチにね、とどまってね、プレーを続けてようとしてると。まあ、そういう状況ですよね。むちゃくちゃだしね、西田候補者もね、まあ、こういう人たちはね、つまみ出さないとダメですよ。ね、つまみ出せってことですよ。絶対にね、つまみ出さないといけませんよ。おかしいですよ。ね、それでも開き直るんですかって話ですよ。ね、西田候補者。もちろん、これは公開質問状でもね、作ってね、やっぱりその、出す必要がね、あるんじゃねえのかな、というふうにね、思いますけどね、いろいろね。
退場になったね、選手がね、ほんとまだプレーしてるって。ほんとおかしいですよ。うん。どうなってんですか、一体。ね。にしたい。ヒデノに、候補者も含めてね。そういう人たちを選挙参謀に入れちゃダメですよ。うん。さ、検察はね、犯罪者とはね、起訴はしてないけども、それでもね、もう、犯罪をね、犯したということはね、やっぱり裁判の過程でね、もう認められてるわけですからね。うん、そういう人たちをね、なんていうかな、あれするっていうのはね、選挙参謀に迎えてね、いうことはもう、わだまだし、候補者としての資質もね、問われますよね、西田さん、あなた。ね。これをご覧になってんだったら、あなたすぐね、つまみ出しなさい。ね。つまみ出しなさい。そういうね、河合元被告からね、税金をもらった議員はね、全員つまみ出す。ね。うん。それをしなかったらね、じゃああなたしがらみがないとかね、そういうことをおっしゃるけど、おかしいことになりますよ。あなた。ね。うん。ね。汚点を残しますよ。うん。西田さん。ね。いや、あなたがね、公務員をね、辞めてまでね、俺、広島に乗り込んで来られたと。ということについてはね、うん、私もね、心からね、敬意を表します。うん。うん、ほんとその度胸にはね、ほんとにね、心から敬意を表します。しかしね、うん、あなたがね、うん、やっぱそれはね、いけん。それはいかんわ。ああ、まさかね、そこまでとは思わなかったね、俺もね。なんていうかね、陣営からね、つまみ出さないとダメですよ。候補者としてね、やっぱり、お前出てけと。ね。それぐらい言うべきですよね。うん。何そう、つまみ出したら自分は当選できない、うん、そんなね、情けないこと言ってちゃダメですよ。ね。ダメなもんはね、ダメ。うん。けじめをしっかりつけましょうや。ね。けじめをしっかりつけましょうや。ね。本当にけじめのないあなたってね、私言いますよ。西田さん、あなたに対しても。街頭演説等々で。ね、このままでは。うん、けじめって、けじめのないあなたって、言わざるを得ないですよ。うん。まあ、そのことをね、強くね、申し上げましてね、私ね、お話をね、させていただきましたけどね。どうにもね、ならんよね、そういう話ね。はい。どうにもなりません。はい。退場になったはずの選手がまだプレーをしている。ね。この状況をね、絶対にね、許すわけにはね、いけません。退場になったはずの選手がまだプレーをしている。あるいはね、野球で言えばね、危険球をね、投げてね、退場に なったはずの人がね、まだね、投げてるとかさ。ね。むちゃくちゃでしょ？ね。うん。野球とかサッカーに例えたのもむちゃくちゃな状況ですよ。ああ。ね。うん。まあ、西田候補者ね。あなた。うん。つまみ出すんだったら今のうちですよ。ね。うん、悪いことは言いません。ほんとね、お金をもらった議員はね、つまみ出しなさい。ね。帰るの。かわいいね。もっとね。ほんとね。石だね。西田候補者ね。西田って言うのかな？西田です。失礼しました。ね。西田。西田秀則候補者ね。うん。予定候補ね。予定。
まあ、西田立候補予定者。まあ、立候補予定者。ね。まあ、そういうことですよ。で、つまみ出せなさいってこと。ね。貝元被告がね、お金をもらった議員をつまみ出しなさいということですよ。ね。それができないんだったら、あなたもね、けじめのないあなたってことになります。うん。それではね、まあね、俺だってね、ほんとね、縁の深い議員の方でね、うん、やっぱりそれは、ね、西田議員、元ね、立候補予定者から、河合元被告からね、勝之からお金をもらっちまったね、議員はいますよ。でもそういう人をね、もう陣営に加えるってことはね、しませんよ。ほんとね、お互いね、もうフェアプレイで行きましょうよ、西田さん。ね、うん。それではね、まずね、こう、条件を公正にしてやらないというか、ね、まあ、とにかくね、うん、じゃあ、ほんとね、まあ、経済のね、立て直しにしてもね、やっぱりね、うん、やっぱ広島の名声は地に落ちてるわけですよ。ね、うん、平和都市としてもね、あれだしね、やっぱり頑張っていく上でもね、うん、あるいはね、西田さん、あなたがね、得意とされる分野であるという、伺って経済の、ね、広島の経済を盛り上げていく意味でもね、やっぱり、ね、名刺、お名を挽回して、お名を返上していかなきゃいけないね。うん。と思うんだよ。まずそのお名を返上しないでね、罪をね、犯したね、レッドカードをね、相当するようなね、人をね、そのままにしちゃいけないですよ。まあ、これは検察もいけないんだけどね、起訴しなかった。だけどね、まあ、政治家がね、やっぱね、けじめをつけないといけないしね。うん。で、それは何よりね、陣営のね、総大将はね、候補者ですよ。ね。うん。お前もう、次から来るなと、ね。うん。会議に来るな。事務所に来るなと。ね。それぐらい強くね、言わないとダメだ。あんた。ね。うん。あんた政治家として問われてるよ。スタート地点が。ね。うん。それだね。皆さんね。もうほんとけじめをつけてほしいです。まあそこはね、もう最低限のところですよ。それではね、皆さんね、とりあえず今日はね、まあね、郷原先生の記事の方もね、ご参照いただければと思います。それからね、まあ引き続きね、郷原先生ね、本当に素晴らしい記事です。大原先生ね、本当に素晴らしい記事でした。はい。ね、ぜひね、大原先生ね、公開討論会やりましょう。もしね、もしね、立候補の意思がね、固まりましたら、俺とね、公開討論会ね、しっかりね、やっていこうじゃありませんか。ね、広島の野党陣営盛り上げていくと。ね、オープンな議論でね、盛り上げていくと。ね、やっぱりね、ご野党とね、一つの新聞。市民とご野党のね、やっぱり統一、協力ということをね、ぜひね、実現させていく、いった上で、さらに関心を高めていくってことをしていかないとダメですよ。ね。うん。でね、お互い言うべきことはね、言っていこうよ。ね。うん。行きましょうよ。ね。うん。ぜひね、やっぱりね、この広島をね、盛り上げていきたいと、いうふうに思います。まあ今日はそれぐらいですかね。あとね、ちょっと演説の動画等もね、これからアップしていきますんでね。うん。ぜひね、皆さんね、けじめをね、本当に、西田さんね、けじめを、西田さんね、けじめをつけてくださいよ。ね、総大将、候補者としてね、お前は応援はいらないと、ね、いうことをはっきりと言っていただいたということです。お休みです、お休みね。うん。うん、それではね、皆さんね、うん、うん、それではね、皆さんね、私もね、ね、これぐらいでね、放送の方はね、終わらせていただきます。またこの後ね、テキスト等々もね、アップさせていただきますので、ね、それではね、よろしくね、お願いいたします。それではね、一旦ね、これで放送をね、終わらせていただきます。あ、ちょうど3月3日になりましたね。それではね、またね、よろしくお願いします。